こんにちはワイルド。どうも藤木かなです、今日はですね、いつも応援してくださってる皆様に超最高のご報告がございます。はい、ということでちょっといろいろ大切な部分を言い逃さないためにも、あのメモを見ながらご報告させていただきたいと思います。なんと私藤木かな、ずっと前から夢あったことが一気に2つ叶いました。はい、それをですね、自分の口から皆様に言いたくて動画を撮っております。はい、早速ですが、まあ、どんな夢が叶ったのか発表していきたいと思います。まず1つ目、レギュラー番組を持つこと。そして2つ目、自分の冠番組を持つこと。はい、これがですね一気に叶いました。ちょっと前にインスタグラムとかツイッターではご報告させてもらったんですけど、まあ、詳細は動画の方で自分でお伝えした方がいいかなと思って YouTube でご報告させていただこうかなと思い、今回動画を撮っております。はい、でこの2つの夢はなんと1つの番組によって叶うことができたんですが、まあ、どんな番組かと言いますと、この夏7月2日からスタートするつっちゃお瀬戸内という、釣り番組です。で、こちらの、釣り番組のメイン MC を務めさせていただくことになりました。はい、そしてゲストの皆さんをお招きして一緒に瀬戸内海の釣りを盛り上げていこうという素敵な釣り番組でございます。まあ、なんて言ったって MC がこのハリウッドスターなので、やっぱりこう堅苦しい番組っていうよりかはバラエティ寄りの見てて楽しい釣り番組になってるんじゃないかなと思います。はい、ちなみにですね、初回のロケ、2回目のロケに少しだけ自分自身で密着動画を撮ってきたので、そちらをぜひご覧ください。こんにちはワイルド。今日はなんと第1回目のつっちゃお瀬戸内の前入りでございます。明日のロケはですね、広島で行われるんですけど、テレビ姫さんの愛媛集合ということで、その事務所からロケ車で広島に一緒に向かわさせてもらうんですけど、一旦は愛媛集合ということで今愛媛に向かっております。苦手な高速道路を積み切り
2回目のロケの前日です。まあもう日にちが変わってるので当日ですけど、今現在1時半ぐらいです。で今日は日にち変わる前は夜に温泉に入ってきて、髪の毛とかもしっかりアイロンしてきて、やっと今、明日の集合場所から30分ぐらい離れた場所でちょっと仮眠を取ろうかなというところでございます。というわけで、まあ、今から寝ようかなってところなんですけど、まあ、化粧を落として寝て、まあ、明日朝着替えてロケに行こうかなっていうところです。はい、まあ、そんな感じで一通り流れを話してみました。今日は今から寝たいと思います。明日のロケも頑張ります。おはようございます。年間投稿回数300回超えの釣り YouTuber ふじきかなが、ゲストの皆さんと瀬戸内海の釣りを盛り上げていこうというツーチャンス出たち。はい、こんな感じでございます。まあ今まで通りのこのホームレススタイルを変えないままロケをさせていただけるので、それもありがたいなと思いながら、そしてロケによってはこの前入りでホテルに泊まらせていただくこともできるので、その時にバッテリーとかカメラ機材の充電とかもしようかなと思っていて、まあ、Wi-Fi とかあれば YouTube のアップロードとかもできるので、自分的にはまあさらに動きやすくなったというか、よりワクワクするような感じです。はい、そしてなんとつっちゃお瀬戸内の予告動画をいただいたので、それも見ていただきたいと思います。こちらです。おはようございます。来たよっしゃー。おー、50センチ以上のマダイを1枚釣るです。でかそう。じゃじゃん、いい鯛。せーの、釣っちゃお瀬戸内。はい、いかがだったでしょうか。ちなみに地上波放送では瀬戸内海付近のみになってしまうので、岡山放送、テレビ山口、テレビ愛媛、広島ホームテレビの4局のみになってしまいます。で、見れる県が愛媛、岡山、山口、広島、香川の5県のみとなってしまうのですが、まあその他の地域の方にも見てもらいたいということで、何かしらの方法で見てもらえるように準備中ですので、また楽しみに待っていてください。そして番組内でプレゼント企画もありますので、よければつっちゃお瀬戸内公式のインスタグラムもぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ロケのオフショットとかも出てくると思うので要チェックですよ。はい、こんな感じで私藤木かな、新しい釣り番組がより良くなるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ということで、以上、夢が2つ叶ったご報告でした。ぜひぜひ次の動画もお楽しみに。